よく来てくださいました江崎様。風の噂であなたのことを聞き、村人一同、今かとあなたがやちょちょちょ、最後まで言わせてください。さてさて、道場探してきますか。お味ね。で、道場。技を覚えていきますよ。飛竜の歩き、陽炎の歩き。よしよし、ちょっと試してみよう。速くなったね。歩きって何？お、歩けるようになった。よし、寺院を解放していこうか。さあ、お、見たことないやつできた。いた。うつよ。さてさて、敵がでも強かったな、さっき。とりあえずボスクラスを一匹ぐらい片付けていこうかなと思うけど、わかんない。ちょっと片っ端から行ってみるか。先よ、焦ってはならんぞ。涼やかな風のごとく、自然に生きるのじゃ。さすればすべては、イージーに、進むことであろう。後方所の、イージーが多くなってきたな。気をつけていこう。ああ、細いやつか。ああ、滑る。いた。強かったな。強かったっていうか手こずったな。おっと。
意外と動き早いんだよな。よし。シュワッチ。よいしょ。これで3個目かな。あ、いた。まあ行き過ぎた。あ、いて。いいの入ると一気に倒せるね、やっぱり。よいしょ。何が来るかな。このタイプ多いな。いて。が重いな、結構。ダメ。よし。よし、じゃあいつもの候補者集めタイム入りますわ、少し。というわけでね、候補者集めましたわ。ボス倒しますか。うわ、やべ。やべ。よし。まだボスじゃねえのか。お、綺麗に終わったな。さあ、ボスなんだ。ずっと違う。いてててててて。あ、強い。勝て。いて。やばい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 。よし。うわー、危ねえ。つい、よかった。ありがとうございました。やはり、あなたは、私が見込んだ人だ。村人をところで、イザキ様。まだまだ、困っている人が、たくさんいるようです。投資の心、を、間違えないように、書き写して、旅を、お急ぎください。ヤニヤニ、バッカニ、グリマー、アリブ。さてさて。まだまだあれなんで。くれなかったな、あの投資。イザキ様、よくぞ私たちの村にいらしてくださいました。一刻も早くギョンシーをやっつけて安心して眠れる夜を取り戻してください。さて、まずは道場。
簡単ですな。始皇帝、秦の始皇帝が万里の長城を作ったんですよ、蛮族から防ぐために。ふるしゃげり、てか50じゃなかった今。うわマジか、足りねえ。マックスあっても買えないじゃん今の。やばいな、ケリハンター旋風脚みたいになったな。もう一個も手に入れるために修行すっか。寺院ってありましたかね。寺院はどこだ。あぶね、寺院じゃない、ここだね。さあ来い。広報書をゲットしますわ。よし、よし、よし。マジか。いざきよ、ナパーム弾を持っておるか。ナパーム弾持ってねえよ。それで箱の先のギョンシー旗を戦争。仕方がない、この聖剣を授けよう。剣、はあ、なるほど。これでもう一個の古法書の技が覚えられるんで、覚えちまいましょう。これはね、鶏の引き血なんだよね。鶏の引き血を使って、巨子を集めるっていう、まじないかなんかだと思う、確か。なんかそういう感じだった気をする。よし、これで全部かな。パンチ、あ、しゃがんで打てるようになった。よし、さあ片っ端から倒していくか。じゃあ
か。のっぽ系だとこれで十分なんだよ。熱いよ。痛い。マジか。ただ問題は威力がねえんだよな。ついちゃって大丈夫かな。これがラストじゃなかったらどうしよう。よし、おお、びっくりした。なんか変な走りしたの。見て。これでボス強かったらどうしようかな。いた。必殺技やるしかねえ。いて。ちょんってやったら走ったね。お、びっくりした。いった。あ、おー、危ねえ。おいしょい。空中大決戦みたいな。まだ半分か。おかげさまで助かりました。これでゆっくり眠ることができます。本当にありがとうございました。ところで伊崎様、まだまだ困っている人がたくさんいるようです。どうしは。はや、海洋はやい。ゆつろま、てひよじ、むぎゃえ、やけふ。